でもお疲れ様です今回は即下塾の歩き方ということで即下塾に入塾したらどんなコンテンツを見ることができるのかをちょっとだけ紹介しようと思いますちなみに速下塾ジェネシス2 0 2 0と書いてますけども2023年もこのサイトを使ってまいりますはいじゃあまずねいろんなコンテンツがもうすでに詰め込まれているわけですけども2023年の7月今日は2日です7月2日にはどんなコンテンツが 作られてるんでしょうか。えこんな形でね、えー、こちらが2日のカリキュラムになってますね。こちらが1日のカリキュラム。これ昨日ですね。今日お送りしたのは、こちらの、ま、これ朝のライブ配信のアーカイブってやつですね。ここで30分ほどビジネス全般とかこれから来る日本の状態についてお話ししています。ここで多分速可塾に興味を持つ方も多いんじゃないかなと思いますね。で、こちらの方。こちらの方は限定公開動画で速可塾の熟成さんにしか見ることができません。えー、今 あ一生懸命やってるね、テーマがね、不労所得の作り方というね、なんとも怪しい不労所得の作り方なんてもう聞いちゃいらんないっていう話なんですけども、実はね、AI が登場したおかげで、これ不労所得ってのがすごく現実味を帯びてきたんですよ。まあ例えばね、AI アートっていうのがありますよね。あの、絵を描いて販売するっていうのは誰でも知ってるビジネスだと思いますけども、絵を描くって作業がね、AI がやってくれるんで、描けない人が絵を販売するってことができるんですよ。で、最近でしたらね、ブログの記事も自動的に書いてくれたり、 動画も AI が自動的に作ってくれるんですよ。まあですんで私たちはテーマを決めて AI に作らせてそれが販売に適するかどうかを見るだけつまりは監督とかディレクターの役をやるわけであってねあのプレイヤーをしなくてもいいってことになるわけなんですよ。まあそれだけでも大きな作用の軽減になると思うんですけどもねそういうことをお話ししております。はいこれが1ページ目でまた3日4日はポイントサイトで稼ぐ方法なんてのがね私の実例を持ってこうね これ2万円稼ぎますってやつとかこちらは3万9000円稼ぎますみたいなのをね紹介しておりますでこちらの方は熟成さんの話題でございます熟成さんが作った動画を紹介してますんでもしねこれを見てくださってる方が即価塾に入塾されると私のメディアで紹介することができますので販売売上げ制約の可能性が非常に高くなってまいりますということですねこれが1ページ目ですでは即価塾の2ページ目は FX のページになってます、はい、FX を学びたい方はまずここからやってください あのいきなりね、あのー、重厚なコンテンツってのも非常に頭が痛くなりますのでまずは1日1個の動画を見て FX ってどういうものかそして実際の取引はどういう風にして勝っていくのかってことを1日1本の動画で学んでいってください大体いい動画の長さは短くて3分長くて10分弱ですんで無理なく受け付けることができるんじゃないですか FX をやったことがない方とかそれからね FX に1回挫折した方 まさにそういう方に見ていただきたいと思います。そして FX 本気でやりたい方は特別コース FX オリガルヒを準備してますのでそちらの方で本物の力をつけて一生お金に困るなり人生を歩んでもらいたいと思います。はい、次はポイントライフですね。 これはね、ネットワークビジネスの攻略の方法を紹介してるんですけども、実際にもともとポイントライフって会社は昔 J コスメっていうネットワークビジネスだったんですよね。で、その J コスメが一時期ものすごくね、状態が悪くなって多くの会員さんが離れました。しかし、その J コスメがなんと復活してですね、資金も盛り返してポイントライフという形で再スタートしたんですよ。これはね、スタートがね、7月1日からなんで、どういうことになるのか私もよく分かってません。ただ、 ものすごく儲かるビジネスになるなってことは、この3年間ね、潜伏していた3年間、あの、ずっと見てましたんで、すぐ期待できるなというところでございます。これはバリバリのネットワークビジネスです。だからネットワークビジネスを攻略したい方は、この動画を見て、まあ、勉強していく。もしくは自分で本当にネットワークビジネスをね、やっていくっていう方法もあると思います。はい、次です。NFT ですよね。NFT の事業も、即課軸の中に入っています。えっ、ー、と、提携しているのが、マイケル・ジャクソン財団、そして田中角栄財団。 NFT 鳴門美術館、えー、これは四国にありますそして古賀賢治というね、えー、国連永久保存のおーアートを作っているアーティストさんですねこの,この大物です結構私もね最近までこの人知らなかったんですけどもね何度か会わせていただいて、まあ、すごい方だなと思いましたね、まあ、この方についてもね紹介したいと思います NFT で稼ぐ方法は一体どういうものなのかってことをねもちろん NFT は新しいテクノロジーなんでリスクはついてもありますですのでまずは見るだけにとどめておいてもいいのかなと思います で次は舞姫大学ですえっ、ー、と即下塾にはねあの実はね新潟と大分に分校があるんですよそれぞれ塾生さんがそこで独立してやってくださってるんですけども舞姫大学のコンテンツっていうのはねちょっと映りがこうモザイクっぽくなってますけども女性がやってくださってます、ね、この方もね私ねお付き合いが10年ぐらいあるんですよで舞姫大学といって即下塾の新潟版ですね新潟での情報発信をしてくださってここも非常にためになるので即下塾のカリキュラムの一つになってます もしよろしかったら、今この動画を見ているあなたのコンテンツも私のこのページのどこかで紹介したいと思いますので、申し出ていただければと思います。ただし、結構ね、情報の,あの量をね、出していただかなければならないかなと思いますので、少なくとも1日に1本ぐらい提供していただくようでしたら、のそのね、コーナーを私のこの中に設けようかと思います。結構ね、あの、アクセスが上がりますんで、期待大ですよ。 次、暗号通貨でございます。即貨塾といえば、体のエイダってものをね、応援してるんですけども、この体のエイダに関わっている、あの有名 YouTuber さん、即貨塾の方が大半でございます。本当にこれはね、ありがたいことなんですけども、私が、その体のエイダってのをね、暗号通貨の中で、一押ししていたら、本当にこれがブレイクして、なんかね、800倍ぐらいになったんですよね。それでみんな送り人になっちゃって、で、私の情報を取った方が、あの、こぞって即貨塾に入ってくださったみたいなことがあってね、いや、なんか何が起こるかわかんないなって言ってことでございます。 ただしもうこんなことっていうのは二度と起きませんので暗号通貨で儲かるよって期待させるようなことは私の放送の中では全くありません淡々と事実だけをこうやってね発信していくっていうものになりますのでどっちかっていうとねあの勉強に近いですねここはね、うん、だから儲かりそうだな暗号通貨っていう方はあんまり面白くないと思いますここはあの本当にね儲かるかもしれないけども難しいことを乗り越えないとすでに儲からない時代でございますんで一攫千金は暗号通貨では望めませんということはねはっきり言わさせていただきます はい、次ですね。えー、新格闘技。これも熟成さんのコーナーなんですけども、キックボクシングのジム。これをオンラインでやってくださってるんですよね。私もそこの熟成になりました。<laughs> で、実際の試合に出れるように体を鍛えてくれます。で、リモートなんでね、えー、本当に便利に自分のペースでやっていけるなっていうところと、あとこういうビジネスもあり得るんだってことの一つの例です。<laughs> こちらの方もね、あの、キックボクシング格闘技に興味がない方も、 え、こんなこともビジネスとして塾として展開できるのっていう風にびっくりしていただければと思います。本当にね、これがね、第2の人生になるわけですよ。この方はアスリートとして20年間、キックボクシングの世界でやってきたんですけども、40過ぎて、さすがにね、アスリートはもうね、向かないんですよね。で、そういう時に、じゃあキックボクシングをやめて、もう未経験のね、トラックドライバーやるのか、タクシーの運転手やるのかっていう風に悩んでいたんですけども、いやいや、キックボクシングのインストラクターとして、オンラインジムで、 40代、50代の経験がない人に教えるんだったらできるんじゃないのっていうことでスタートして、まさに経験のない方向けのコンテンツができて、熟成さんが今ね、7名いるというね、今年から始まって7名ですからね、うん、そういう塾ができているっていうことでございます。はい、こんな形で、速可塾っていうのは、カリキュラムもね、たくさん設けているわけなんですけども、毎日、えー、これをお届けします。プラスですね、これだけじゃないんですよ。これはもうね、序の口です。 プラス、この動画を見ているくださっている方が、即果塾の熟成さんになりましたら、あなたのことを目いっぱい応援して、私がティーアップして、売り上げが上がるように、多くの人に紹介するってことをね、これをやらせていただきます。即果塾の熟成さんに向けて主に発信しますので、ものすごくね、信頼関係が早く構築しやすいので、私が紹介すると売り上げが大体いいすぐ経つんですよ。何十万とかね、場合によっては、なんか100万円突破みたいなこともね、私が応援するとできるようになってきます。ですんで、 ぜひね、信頼に足るコンテンツ作成とか商売をしていただきたいと思います。私が今までね、こうやってね、紹介すれば売り上げが上がるのは何でかっていうと、今まで実際に私が紹介した方が嘘をついてこなかったからなんですよ。ね、だから本当にね、皆さんね、誠実にやってくださるばかりで、 速火塾に入ってよかったっていうのの一つは嘘つきがいないっていうことらしいですね。本当にありがたいなと思っております。えー、ということで今回は速火塾の歩き方の紹介をさせていただきました。まだまだお話ししたいことあるんですけども、とりあえず10分ほど喋りましたので今日はこの辺で。それではまたお問い合わせをお待ちしております。